ンハロー YouTube どうも、カホキンです。カホキン TV Everyday ボンボンハロー YouTube どうも、カホキンです。はい、今日はですね、ヒカキンさんのメイクをしてみたので、そのメイクのプロセス、やり方っていうのを皆さんに伝授していきたいなって思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。ではメイクスタート。こういう細い筆があると、なんだろう、点とか書くことができるのですごく便利ですよ。ブーンブーン。ファンデーションとかあのベースメイクはもう終えてます。ということで、まず眉毛をね、描いていきたいと思います。ダイソーのね、アイブロウペンシルを私は使っていってます。いつもはい、目を描いていきます。私はね、目がね、ちょっと近いんで、ヒカキンさんはちょっと目がちょっと離れてるので、あの、目を描いていきます。フェイスペイントの黒色をね、使います。ちょっと白目が白くなりすぎたので、ちょっとくすんだ色にしていきます。このダイソーのね、ビアグラムのパレットを使います。このカラーをちょっと指にとって、この白目の上に塗っていきたいと思います。ヒカキンさんになりたいなっていう方は、ぜひ私のメイクをね、ぜひ参考にしてやってみてほしいなって思います。まあ、こんな感じですかね。では黒目をね、塗っていきたいと思います。ちょっと塗りつぶしちゃいますね。後から目に光を入れていくので、まずは真っ黒にしていきたいと思います。皆さんついてこれてますか？まあ、最初は難しいと思うんですけど、慣れたらね、できると思うんで、頑張ってみてください。はい、こんな感じで両目描けました。あの、このままだと黒目がすごく黒黒としすぎなので、このちょっとラメ感のあるブラウンのカラーをブラシにとって塗っていきますね。目の中に大きな差はないんですけど、こっちは塗ってなくて、こっちは塗ってるって感じですね。まあ、ちょっとこっちの方が自然というか、人間味のある色になったんではないかなと思います。では、いよいよ目の中に白い光を入れていきたいと思います。このままだとね、闇落ちヒカキンさんなのでね、ヒカキンさんってヒーローじゃないですか。だから、闇落ちしてるところも見てみたいけど。ほら、すごいかっこよくなったね。メイクはアートなので、絵だと思ってやっていきますよ。大丈夫ですよ、皆さんもとっても上手です。できるって思ったらできるので、自分を信じてやってみましょうね。大丈夫ですよ、ついてきてください。で、これもダイソーのコンシーラーなんですけど、イエローカラーをですね、筆にとって、まぶたが重いっていうか、ここら辺がね、ちょっと黄色いと、よりヒカキンさんっぽさが出るというか、可愛くなると思います。慣れていけばね、できますので、頑張ってね。最初からできる人なんていないのよ。自信持ってください。ちょっと涙袋も描こうかな。はい、
いろいろ微調整してこんな感じになりました。続いては鼻をね描いていきたいと思います。これはダイソーのアイブロウペンシルのブラウンカラーです。ちょっとぼかしてあげたり、そうすると自然になります。でここにも線を1本描き足して、ちょっとぼかして口角もね、ブーンブーン。はい、メイク完成しました。ということでお着替えしてきます。ヒカキンさんはね、黒い T シャツとかがお似合いなので、黒い T シャツに着替えていきたいと思います。じゃん。はい、こんな感じで着替えてきました。ヒカキンさんといえばネックレスをしているイメージなので、つけてきました。次はですね、髪型をセットしていきます。髪がヒカキンさんすごい難しくて、私は結構黒いのでウィッグを使っていきたいと思います。こういう感じのね、明るめの茶色、こういう色がいいかなって思います。どうかな。まず低めの位置でポニーテールをしていきます。ここら辺はちょっとピンで留めていきます。ブーンブーン。これは19歳の時に付き合ってた元彼にもらった、付き合ってた元彼にもらったあのペアネックレスですね。ペアネックレスですね。ペアネックレスとか恥ずかしくて私つけれないですけど。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポイ、バイ。登録登録登録。